こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、チーズクラウドパンを作りました。クラウドパンっていうのは結構知ってる人は知ってるかなと思うんですけど、今日はね、それにチーズをたっぷり使ったものを作ったんです。じゃあ作り方いきたいと思います。材料はこんな感じです。食パン、卵白、塩、スライスチーズ、まあ、今日はねスライスチーズがちょっとなかったんで、チェダーチーズとモッツァレラチーズを使います。そしてピザ用チーズ、カマンベールチーズ、蜂蜜です。まずは卵白を作ります。黄身と白身を分けます。この黄身すごい手強い。黄身は今回使いません。ミキサーで角が立つまで泡立てます。はい、これぐらいかな。チーズを乗せて真ん中を開けながらメレンゲを乗せます。開けたところにカマンベールチーズを乗せます。ピザ用チーズも乗せてトースターで3分加熱します。蜂蜜をたっぷりかけて、こんな感じです。じゃん、クパン2斤分完成です。蜂蜜とチーズ焼き絶対美味しいと思います。いただきます。うわ、絶対私の好きな味ですね。こんな感じです。うーん、なんかいろんなチーズの味がするけど、やっぱカマンベールチーズの主張が一番激しくて、カマンベールチーズと蜂蜜ってよく合うんですよね。メレンゲにちょっと塩味がついとるから、そこがねちょっとアクセントにとっていいですね。メレンゲのね、噛んだ時のサクふわっみたいな感じが最高です。キメツたっぷりかけたい。このメレンゲにナイフを入れた時にサクッて音がいいですよね。私はね、今回ね3枚切りでね、パン屋さんにしてもらったんですけど、5枚切りでも6枚切りでも好きなパンで作れると思います。私はちょっと分厚いので作りたかったんでね。チェダーチーズも色が綺麗ですね。モッツァレラチーズのね、滑らかでとろける感じが本当にいいですね。最後の1枚です。最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。クラウドチーズパン、とっても美味しかったです。やっぱりね、チーズはね、いいですよね。モッツァレラチーズと蜂蜜の相性がめっちゃいいです。メレンゲもね、ふわふわサクサクで美味しかったです。すごくね、簡単でしたしね、電動ミキサーがあればめっちゃ手軽ですよね。卵白をね、手でメレンゲにするのってちょっと大変だったりしますけどね、すごく簡単なので、ぜひぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。